ジャニーズかわいいペンライト、ペンライトは ジャニーズかわいいペンライトランキングトップ10、イエーイ、ザリガニ、どうもザリガニでーす。はい、ということで今日はね、俺のインスタのフォロワーのジャニオタの方々に、あなたが思う一番かわいいペンライト教えてくださいってことを聞いてきましたので、今日はね、みんなに紹介してもらったペンライトの中で俺が一番かわいいと思うペンライトを紹介していこうと思います。まあ、そのフォロワーさんからいただいたものをまんまランキングにしちゃうと、俺のフォロワーさんほとんどがキンプリ担当なので、まあダントツキンプリになっちゃうわけなんですよ。そうなっちゃうと俺の偏見がもう強すぎてしまうので、もう一旦キンプリのことは忘れられるかわからないけど、忘れて平等な目でランキング受験ランキング付けしていこうと思います。それではキンプリペンライトランキングやって、それではジャニーズペンライトランキングやっていこう。はい、それではじゃあ早速トップ10を紹介していこうと思います。俺の中の可愛いなので、みんなの可愛いと俺の可愛い、そこはちょっと違うのでご了承ください。今日ねトップ10発表していくんですけど、ザリガニをノーノーノーと、もっと可愛いペンライトあるんやでというものがありましたら、よかったらコメントで教えてください。それでは第10位紹介していこうと思います。ザリガニが思う第10位可愛いペンライトはこちら。これかっこよくない？すっげえスタイリッシュじゃない？これはスノーマンの新作ペンライトになります。これいいよね。勝手なイメージだけど、ジャニーズのペンライトってこんな感じのね、キンプリみたいにこういうキラキラの感じが多いと思ってたんだけど、これそんなことないじゃん。なんか言うならばさ、万年筆的な感じ、あ、例えば下手くそやわ、あのなんか色鉛筆とかさ、絵の具とかいろいろ描くやつあるけど、この万年筆って感じのスタイリッシュさ、わかる？なんとなくの勝手なイメージだけど、スノーマンって今までのジャニーズとはちょっと違うような新たな一面というか、あ、ジャニーズなのにこういう一面もあるんだみたいなものを感じるから、そういうのがペンライトに出てていいなと思ってんだけど、あ、でもあれだよ、もし、いやそれザリガニの関係ねえぞと、スノーマンの新曲がこんな感じだからこのペンライトなのぜとかって感じでしたらごめんなさい。ということで、スノーマンの新作ペンライトが俺的な第10位でした。続いてザリガニを偏見ランキング第9位がこちら。これ可愛くない？これクマちゃんやな。2017年のセクシーゾーンのペンライトってことなんだけど、俺のセクシーゾーンのイメージってマジでかっこいいを貫き通したグループなのよ。可愛さももちろんあるんだけど、とにかくかっこいいのズバ抜け方がすげえのよ。なのにそんなセクシーゾーンがこういう可愛いペンライトっていうのが、なんかね、ギャップというか可愛さがいいんだよね。単純にクマも可愛いからね。ちなみにこのペンライトさ、ストラップが赤いんだけど、これメンバーによって関係あんのかな？それともストラップは入れ替えられるものなのか、もう赤って決まってるもんなのかな？よかったら教えてください。続いてザリガニの偏見ランキング第8位、これはね、これペンラなんて思ったんだけど、独特なペンライトだなと思いました。それがこちらです。じゃん、これすごくない？鍵になってんの。上が、これなんだろう、クローバーみたいな感じなのかな？クローバーの感じに、下が鍵になってるんだけど、こちらがね、ニュースのネバーランドっていうツアーのペンライトだそうです。これいいよね。なんかネバーランドってどういう意味だっけ？なんか扉的な意味あるっけ？待って、調べてみよう。あ、ネバーランドとは、イギリスの作家が創作したキャラクター、ピーパータン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 じゃん。ピーターパンが住む架空の島の名前ですってことなので、架空の島に行くための特別な鍵的な感じ。ニュースのこのライブ会場に来てくれたあなたたち、ファンの方たちは、このネバーランドへようこそ来てくださいました。そしてこのネバーランドに入るための鍵はそのペンラとなっております、的な感じなのかな。これいいね、おしゃれやな。ということで第8位がこちらでした。続いて第7位ザリガニの偏見ランキングがこちらです。ドン、これすごくない？すっごいスタイリッシュじゃない？これは嵐の20周年ライブ 5x21 の時のペンライトです。なんかペンライトってまっすぐな棒になんか丸とかキラキラとかってものがついてるイメージだったんだけど、ギュルッとこうひねりを加えた感じ、これデザイン性いいよね。これにね、どういう意味が込められてるのかわかんないんだけど、これ五角形？あ、これ五角形なのかな？お、そうだよね、これ。上が五角形なってるよね。1、2、3、1、2、4角形かな。違ったらごめんなさい。これなんでこういうひねりなんだろう。でもこれめちゃめちゃ可愛いよね。これいいな。さあ続いて第6位。これね、送ってくれた方が、キンプリタンやけど、この関ジャニのペンラは可愛いと思いますっていうコメントがあるの。ね、そんな可愛いペンラ、こちら。じゃん、え、これ可愛くない？チュッパチャップスみたいな、キャンディー、噛んでいっちゃった。キャンディーになってんだけど、これってキャンディー型？あ、待て。
たこ焼き？これたこ焼きじゃね？よく見たら上がさ、茶色の焼きにソースが乗って、エイトのこの、マーバラ、なんだっけこれ、あの唐辛子じゃなくて、マーガリンじゃなくて、この、からしがついとるやん。これ可愛くない？関ジャニといえばね、関西のジャニーズでね、大阪はたこ焼きってイメージだから、そういうペンライトになってんだね。いや、いいな、関西っぽくて上がるよね。普通にこれさ、キッチンとかに飾ってても可愛くない？続いて第5位。これはね、送ってくれた方がね、もうメッセージなく、画像だけで送ってくれたんだけど、こちら。うんこやないかい。すいません、番外編でした。続いて第5位が、こちら、ワンちゃん。かわいいワンちゃん。これペンライトに見えなくない？ディズニーのポップコーン入れるあのケースみたいな感じもあるやん。これが、平成ジャンプのパレードっていうペンライトらしくて、これすごいんだよ。光らせるとこんな感じになるの。めっちゃかわいくない？これ。ペンライトって持ちやすくて細いみたいな感じがあったけど、これもこうやって持つんやで、こうやって。ウェイってやるの。楽しそう、これ。これ普通にさ、女の子の部屋とかにあったらめっちゃかわいくない？これいいよね。さあ続いて第4位、ザリガニの偏見ランキング4位はこちら。これ良くない？我らがと言いますか、私が大好きなキング&プリンスのファーストコンサートのペンライトでございます。この人はね、このリボンを自分でつけてくださってるんだけど、キンプリといえばね、見てもらったらわかると思うんだけど、シンデレラガールのキラキラ感とかね、キンプリのファンのことをティアラって言ったりね、まあ王冠っぽい感じもあるんだけど、そういう王冠とかも入ったりするキンプリのキラキラ感が出てんのよ。その中でもね、俺結構このペンライト好きなんだよね。可愛いよね。やっぱあれだよね、各ジャニーズさ、そのグループごとの特色出てるやん。関ジャニだったらたこ焼きとか、セクシーゾーンだったらかっこいいとか、キンプリはキラキラみたいな感じのね、グループごとの特色あってめっちゃいいよね。さあ続いてトップ3に参ります。ザリガニの偏見可愛いペンライトランキング第3位、こちら。これ可愛い傘になっとるの。これ良くない？上がね、白い傘になって、下がこう傘の手持ちの部分になってんだけど、これ良くない？こちらがちなみにジャニーズウエストのペンライトになってて、桐山くんが考えてくれたペンライトなんだけど、この時のライブがレインボーっていう名前のライブだったのよ。だからレインボーにちなんでこういう傘のペンライトになってんの。可愛いよな。あのプロ野球見てる人がわかると思うんだけど、ヤクルトスワローズっていうチームは応援する時全員傘を持つのよ。これもね、神宮寺球場が一体感あるんだけど、これもいいね。全員で傘上げたりするのめっちゃいいよね。あ、でもペンライトって高く上げるの禁止だっけ？ちょっと現場行ったことないからわかんないんだけど、多分禁止だよね。ということで第3位がこちらでした。さあ続いて第2位、これね、俺これ見た瞬間に、え、これダントツ1位やんってなったんだけど、その後に見た新しいペンライトが、あ、可愛すぎってなったので、惜しくも第2位になりました。ということで、ザリガニの偏見、可愛いペンライトランキング第2位が、こちら。これすごくにゃーい。これ中にバラが入ってあって、色が入るとこんな感じになるの。え、めっちゃかっこよくない？これセクシーゾーンのペンライトなんだけど、これどうしてこういう形になってくるかっていうと、この画像を見て。これ、実際の曲、MV で使われたその一瞬のワンシーンが切り取られたペンライトになってんの。こういうの良くない？さっきのレインボーもそうだけどさ、こういう理由があってこんなペンライトになりました、みたいな歴史というかさ、作られた製造秘話みたいなもの知れるといいよね。これは俺欲しい。全然セクシーゾーンのこと知らないけど、このペンライトは普通に畳んだけど買いたい。まあ、ということで第2位がこちらのペンライトでした。さあね、第1位に移る前に、うわー、めっちゃ可愛いんだけど、惜しくもなーっていう感じだったね。ザリガニの偏見ランキング10位から外れちゃったものなんですけど、これいくつかあって、例えばこちら。このバナナのやつ、これどこだったっけな、グループ。あ、これジャニーズ WEST か。ジャニーズ WEST のバナナペンライトとか、あとはね、ストーンズのこれ。ペンライトイコールゴツゴツってイメージだったけど、完全な球体になってんの。これも可愛くない？そして他にもこちら。これニュースのペンライトなんだけど、トーン記号になってんの。じゃあこれどこ持てばいいかわかんないからちょっと怖いけど、みんなでこれあげたらすっげえ可愛くない？インスタ映えめっちゃしそうやもん。とか他にもこのペンライト、これな、あの子供だったら俺絶対こうやってやるで。もう楽しいや。現場に行ってさ、そこで集まったファンの子たちと一緒にこうやって写真撮んの。現場行きてー。他にも平成ジャンプのこのペンライト、砂時計みたいになってて可愛くない？これ2017年なんだけど、なんかジャンプめっちゃ可愛いの多くない？結構 DM でもね、ジャンプタンじゃないんだけど、ジャンプこれ可愛くないですか？みたいなものもあったから、ジャンプ見に行きたい。
ということで、ここまでがね、トップ10からトップ2と、他にもね、こんな可愛いペンライトあったんだぜってものの紹介でございました。ということでね、ザリガニュが偏見で決めた可愛すぎるペンライト、第1位を紹介しようと思います。もしね、この第1位がみんなの予想と外れた場合は、ザリガニュお前は見る目がないなと、他にもこんなに可愛いペンライトがあるから、ぜひ見てくれ、買ってくれってものがあったらコメントで教えてください。ということで、お待たせしました。ザリガニュ偏見ランキングトップ 1! 違う、ナンバーワン？なんだ？トップ 1？ わからん、もういいわ。一番可愛いと思ったペンライト、こちらです！ジリーン！どうこれ？すんごいかわいくない？これ、ウィーンってなってんの？これ。なにわ男子ポーズやろ？これ良くない？で、しかもね、こんな感じで、自分のうちわと組み合わせるとね、自分の推しがこうやってやってるポーズを作れんの。これめっちゃ良くない？自分にやってもよし、推しのうちわにやってもよしだし、特にこれ友達となんかボケとかツッコミしてるときに、いいボケをした人がいたら、できるからね。もうこれ最強のアイテム。もう日常でも使えるし、現場でも使える最強のアイテム。ちょっとね、趣旨が外れちゃいましたが、普通にこれ可愛くない？まあ、ということでね、ザリガニの的なランキングご紹介していきました。はい、ということで今日はね、俺の偏見ではございますが、ジャニーズの可愛いペンライトをご紹介していきました。今後は、やっぱ俺の偏見が入っちゃうと良くないので、視聴者の方全員に聞いて、俺の意見関係なしにみんなのランキングをね、作っていこうかなと思いますので、次回ね、インスタとかツイッターで募集しようと思いますので、投票してみたい人はぜひそちらのフォローよろしくお願いします。ということで今日のザリガニでした。こんな感じで普段はジャニーズに関することやキンプリに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますのでぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok、ポコチャもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。チャンネル登録が励みになりますので、ぜひオタクの皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日のザリガニでした。またね。バイバーイ。